はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。で、今日なんですが、2点ほどお知らせがございます。まず1点目こちら、ポケモン剣盾公式インターネット大会。こちらがですね、なんと今開催されておりまして、エントリーされた方は、参戦、勝敗つく戦いをすると、不思議な贈り物で、このガラル姿のサンダーもらうことができますね。すでにもう受け取ることができるんで、もしまだ、受け取ってないぜっていう方はぜひね、受け取ってみたらどうでしょうか。まあ参戦だけやれば OK なんで、まあそんなに負荷はないのかなと思ってます。あとは勝たなければいけないっていう縛りもないから、まあこれはこれでかなり楽ではありますよね。はい。まずお知らせの一つ目はこちら。で、次のお知らせはこちらになりますね。ポケモンレジェンズアルセウス、のぼりに衝撃的な説が浮上。ありえんほど泣いた。ってことで Yahoo ニュースでも取り上げられておりました。で、これの内容っていうのが結構面白くて、今作に登場するこののぼりさん、のぼりさんだけどのぼりさんじゃないみたいな、そういった説が今広がっております。これはどういうことかっていうと、こののぼりさんっていうのは公式設定で双子の兄弟くだりっていう方がいるんですよ。まあ、今作から始めた方は全くわからないと思いますが、まあ、くだりっていう人がいるんですが、こののぼり記憶を失ったくだりじゃないかっていうことが言われていて、これがなんでかっていうと、このアルセウスの物語でのぼりがくだりを思わせるシーンがいくつかあるんですよ。例えばこののぼりさんが帽子のつばに手を触れてるシーンとか、あれがね、まんまくだりっていうことで、今作でのぼりっていう名前になってますが、実はこれくだりじゃないかっていう話が出回ってます。まああくまでこれっていうのも噂ベースの話ではありますが、ただこういった形でニュースでも取り上げられていて、今かなり盛り上がってますね。まあ正直どっちでもいいっちゃいいんですが、ただ確かに言われてみると、下りの要素ってあるんですよ。もしこののぼりさんが下りの場合、今後もしかすると何か物語に影響してくる可能性もあるかもしれませんね。まあそこについてはおいおい、また他の動画で話していきましょうか。では今日の動画この辺りで終わっていきます。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。